アメリカ人講ーシ務キムのワンフレーズ英会話へようこそ今週はインドゾーンという表現をご紹介します。日本語でインドゾーンは完全に集中している状態を表します。例えば、アルゼンティンタンを楽しむ方は、ダンスをするとすべての悩みを忘れて、単語に夢中になります。アルゼンティンタンを長年されている方は、 単語を瞑想と比べることもあります。今、何かに夢中になること、またはエンドゾーンの趣味がありますでしょうかコメントで教えてくださいね。ご視聴いただきありがとうございました。